おい何やってんの。あ、先生お疲れ様です。お疲れ様ですじゃなくて何時までいんの。いや、ちょっともう明日受験本番なんで詰め込みたいなと思って、ちょっと、いや、もともと夜8時までのつもりだったんですけど、ちょっと12時ぐらいまでいいっすか。12時。やばい先生お願いします。いやマジで結構詰め込まれてなくて、で俺家帰るとマジ寝ちゃうんですよ。マジお願いします。12時、もう本当はマジで2時ぐらいまでやりたいですけど、12時に帰るんで絶対。で鍵僕やるんで、マジいいっすか。あー、まあ、絶対かけろよ。あ、ちゃんと鍵閉めます。じゃあそこら辺に鍵置いとくから。はい、頑張れよ明日。はい、お願いします。うん、いやちょマジやばいっす世界史。ちょっと、まあ、頑張ります。ありがとうございます。じゃ先生帰るから。はい、お疲れ様です。はい、お前受験は？え？やばい。え？やばい。やばい。お前間に合うの？9時っす。今何時っすか？11時半。お前最悪だ。やばい。うわマジでやばい。待ってマジやばい。やった。やった。うわやった。これうわ最悪だ。お前バカだな。お前何寝坊してんだよ。うわ最悪だ。やばい。お前さどうすんの。いやもう起こしに来いよ。は、いやもうやーれーよ。最悪だ。マジかマジか。やばい。は、待ってこれじゃあ俺終わりやん。お、留年やんじゃん。え、待って、え、あれ、あるっすか？あの、替えっていうか。替え？なんか、受け入れなかった人、受験受け入れなかった人用の予備日みたいな。予備の日みたいな。いや、ないよ。あ、マジで、待って、やっぱ、マジで終わったやん。学校なんか止まるからだろう。ちょっと待って。なんかもう、やばいなこの状況。あ、お前大丈夫か。お前俺の人生終わった。先生ちょっと内緒話したいです。内緒話。ああ